今回ご紹介する昭和美人は、かして女優の本田美奈子さん、1967年7月31日生まれ、出身、東京都、身長162センチ、血液型、大型、中学校3年生の時に、スター誕生のオーディションを受け、決戦大会へ進出。この時の出場者の5人の中には、松本明子と徳永秀明がおり、 三人とも決戦大会へ進んでいます。しかし決戦大会では、一社も獲得意思を示さず落選となってしまいます。高校時代、初めて原宿を訪れた際にスカウトされ芸能界入り。1985年、撮影のバカンスでアイドル歌手としてデビューしました。その後、1986年のマリリンをリリース。 ケソを露出させた衣装や激しく腰を振る振り付けなど当時のアイドル歌手としては異例の演出と相まって大ヒットとなります。1990年ミュージカルミスサイゴンのオーディションを受け約1万5千人の中からヒロインのキム役に選ばれました。以来1年半のロングランをこなし、その歌唱力、 演技力が高く評価され、第30回ゴールデンアロー賞演劇新人賞を受賞します。2004年末頃から風邪に似た症状や微熱が続くようになります。そんな中、新宿文化センター大ホールでのクリスマスコンサート、プれには結果的に生前最後のテレビ出演歌唱となった題名のない音楽会21の収録に臨みます。2005年1月12日、 急性骨髄性発血病と診断を受けて緊急入院し、翌日にはその事実が公表されました。急性骨髄性発血病の中でも、極めて稀な予後不良の発血病であったそうです。骨髄バンクでドナーが見つかるまでの猶予すらない病状であったことから、最大治医を受けます。同7月末には一時退院しますが、病気の再発が認められ、再入院。 その後、肺への合併症から容体が急変し、同年11月6日午前4時38分、家族をはじめとした親類、事務所関係者らから見取られながら、息を引き取りました。38歳という若さでした。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。